にちは、土です、これから DT3 に行こうと思っております、ちょっと用事がありまして、これから向かっております。今日はなんかね、これから大雨になるそうなので、早めに帰ってこようと思ってますが、とりあえず今日はちょっといろいろ伺ってくることがあったりとか、ちょっと変更してもらうことがあるので、それをしに来てまいります。昨日一昨日と、どれかな、リアの、スペーサーを入れまして、まあ、かなりもっと5ミリ増やしただけなんですが、まあ、もともと5ミリ入っていて10ミリにしたんですが、まあなかなか10ミリ入れると結構僕のは張り出した感になるので、まあ、ギリギリ許容範囲というところで、今のところどこも擦っていないですし、結構こううねりのある道を走ってもどこも擦らないので、まあ、多分これでいけるんじゃないかっていう感じですね。もともと17インチでも、まあ、ギリギリ、ギリギリじゃないんじゃない、結構かわしてるので、まあ、それを16インチに履いて小径になってちょっと張り出しただけなので、まあタイヤのホイ、フェンダーに当たらなければリアのね、まあ問題ないんじゃないかなっていう感じですね。まあちょっとだけキャンバーがついてるので、まあ多分1度か2度、1度ぐらいかな、それぐらいなので、まあそれで逃げてる感じはしますが、一応ね、後ろはキャンバーシムが入っていて、キャンバーというよりかは、塔を直すシムが入っているので、どちらかというとキャンバーはそんなについていませんっていう感じですね。まあこういうなんかロールする感じで走ってもリアは吸っていないので大丈夫でしょう。さあそんなわけでこれから向かいます。小代木上原ですね。代々木上原はうちからだいたい15分20分ぐらいなんですけど、まあ同じような、同じで近いんですけど、まあ、街並みは全く違う感じで、まあ、上原は結構下町風なおしゃれな感じでいいですよね。ひとまずねちょっとお邪魔するので、これから、アストリスクという、まあ、ケーキ屋さんによってお土産を持っていこうと思っております。まあ、どんなお土産、どんなケーキがいいかはいつもね、なんだっけ、こういう、30センチ、10センチ、15センチぐらい、10センチぐらいのかな、10センチぐらいの、30センチぐらいの、焼き菓子を、焼きケーキを買って伺っております。まあみんなこうやってね、何人いても、1人分が少なくなるだけで、5人いても6人いても7人いてもひとまず分けられるというものをいつもお土産に買っていってますが、まあ、そのアスタリスクというお店が代々木上原のそのこの、井の頭なのかな、これ、うん、この明治通りに向かう道にあるんですが、もともとは山口さんがそこ好きらしくて、まあ、山口さんは地元は上原なので、あそこのケーキが好きというところで、まあ、ならばじゃあ、ということで買ったのが最初ですね。でなのでやってるかな、やっていますね。じゃあ買っていきたいと思います。それでは後ほどまた。さあ買ってきました。これですね、見えますかね、アスタリスク。これのお店はここなんですが、買ってきました。これね、山口さん大好物というところで土産を持っていきたいと思います。ではでは、お疲れ様です。土です。今 DT3 から帰るところです。今日はですね、いろいろちょっとこう今後の
話をしたりとか、それから、ちょっとコンピューターを書き換えをしてもらいました。そんなわけで次のサーキットに行くのに、今回のこれがどう出るかっていう感じなんですが、ひとまず、楽しくね次のサーキットを走れたなと思ってます。4月は鈴鹿に行く予定ですので、鈴鹿でお会いできる人がたくさんいるんじゃないかなと思っております。またね、近くなったらいろいろなんかそういう情報交換ができたらなと思ってます。まあ鈴鹿はねちょっと初めてなので、僕は一昨年鈴鹿には行けなくて、ちょっと今回初めてなので、まあそのどうなるかって感じなんですが、ひとまず鈴鹿に行くという感じで皆さんにお会いできたらと思ってます。今日はねこれからなんか雨と言ってるんで、まあ、雨の降られないうちに早く帰ったらなと思ってます。ではでは、お疲れ様でした。